ファーシング将軍はパリでフランスの旗に寄贈したそうだが、なら今度はドイツ帝国の旗で。奴らの狙いはこの目標だ。守れ。敵の機関銃だぞ。いいか、目標を手に入れるぞ。手に入れるんだ。目標アップルを確保。こちら戦闘エリアに戻ってください。見えたか、敵の戦車だぞ。目標バターを確保。目標を守れ。機関銃を発見した。
目標バターを喪失。敵戦力残り 50%。 目標を確保しろ。目標バターを確保。目標アップルを喪失。目標を手に入れるんだ。総集兵だ。弾はないか。戦闘エリアに戻ってください。目標を守り通すんだ。看護兵を見つけたぞ。その目標だ。確保しろ。目標バターを喪失。攻撃側残り50名。攻撃側残り20名。この勝利でアメリカ軍は勢いだけの新兵の集まりであることが分かった。そして我々は力と鉄の意志を示した。我々は決して負けぬ。
守り通すんだ。目標アップルを喪失中。目標に敵が攻めてきた。カズラを引き返せ。戦闘エリアに戻ってください。陣地を喪失。戦車だ。そこだぞ。敵の車両だ。敵の戦車がそこにいる。装甲車だ。敵の車両だぞ。戦車がいるぞ。そこに戦車だ。その目標だ。手に入れろ。兵を見つけたぞ。敵戦車を発見。飛行機だぞ。目標を手に入れるんだ。
航機が見えたぞ。戦闘エリアに戻ってください。敵戦力残り 50%。 解放だ、気をつけろ。目標バターを確保。よし、目標を守るぞ。そこだ、奴らの兵士だ。目標アップルを喪失中。戦車を発見、気をつけろ。喪失。目標アップルを確保。目標を守れ。目標バターを喪失中。敵の兵士だ、そこだぞ。攻撃側残り50名。クリスト、何か指示は。目標を守れ。敵の兵士を見つけたぞ。飛行機だ、上にいるぞ。そこだ、奴らの飛行機だ。いいか、この目標を守るんだ。攻撃側残り20名。目標を手に入れるんだ。敵の機関銃を確認。再びアメリカ兵の攻撃を止めたぞ。
連中の数を大きく減らしてやった。だが無謀な奴らは最後の一人まで諦めないだろう。さあ連中の最後の攻撃に備えろ。敵が飛行船の増援を確保。逃げるか。飛行船だぞ。飛行機だ。上にいるぞ。敵の戦車を見つけた。敵の戦車だ。軍曹、それで命令は？軍曹、命令を頼みます。そこだ、奴らの戦車だ。
ぞ。命令を頼みます。敵の爆撃機だ。上にいる。敵兵を見つけたぞ。よし、目標を守るぞ。敵の戦車だぞ。この先に敵兵を確認した。戦車を見つけたぞ。奴らの狙いはこの目標だ。守れ。発見、気をつけろ。敵兵を発見。アメリカ軍を打ち破ったぞ。我らを、祖国を、偉大なる帝国を称えよう。故郷の通りは我々の勝利の方に湧くことになるだろう。ムーズ・アルゴンヌの攻勢においてドイツ軍が勝利を収めていたら一体どうなっていたか、推測以上のことは分かりません。4年間続いた戦争によりドイツ国民に継戦を望む意思はもはやなく、帝国は崩壊しかかっていました。連合国の勝利はおそらく揺らがなかったでしょう。